I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. こんにちは、パーデックです。今日はネイマールの得意とするドリブルを3個紹介した後に、越谷校を担当している大樹コーチとネイマールの神プレーを真似してみましたので、最後までぜひご覧ください。1つ目は引いて上げる、右足で引いて左足で上げる、左利きの場合は逆で左足で引いて右足で上げる、それを自分の利き足に合わせてまずは練習してみてください。2つ目はアウトで相手の頭を越すんですが、その時のためにワンバウンドしてアウトで蹴る練習を繰り返ししてみてください。その高さが出ることによって、2つを組み合わせて引いてアウトっていうのを繰り返しできるようになると思うので、これを繰り返し、やることが、練習のポイントになってくるので、その2つを分けてやるのと、できるようになったらそれを組み合わせてやってみてください。アウトサイドの蹴り方ですが、アウトサイドは、ディフェンスがいて、ディフェンスの頭を越さなきゃいけないので、自分の身長と同じぐらいと考えて、しっかり自分の頭を越す高さで蹴れるように、練習していきましょう。そのために蹴るポイントとして、つま先の方に当たってしまうと、強くいかないので、真ん中よりちょっと後ろら辺でボールを蹴ってあげるとしっかり浮くので、真ん中よりちょっと後ろで蹴る練習を繰り返ししてみてください。1つ目の練習方法として、ゆっくりロールして触る、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 ロールして触るっていうのを繰り返し、まずはやってみてください。2つ目は、1つ目ができるようになったら、緩急をつけるためにロールも速くして切り返しも速くする、ロールしてすぐ切り返す、ロールしてすぐ切り返す、そのスピードを徐々に速くしてやってみてください。そうすると、試合中もネイマールチョップが使えるようになると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。まず1つ目としては、ラボーナで蹴り出す、蹴り出す、その強さが重要になってくるので、これが例えば強すぎると自分の足が次届かないので、最初にラボーナで触るときにゆっくり力ちょうどよくボールを前に出してあげることが重要になってくるので、これを何回も前に出てくることを練習してみてください。2つ目はラドーナの触った後にシザースをするんですが、その時にシザースをする練習になるので、最初は自分で前に転がして、それに対してシザースをするでいく。その時の緩急が大事になってくるので、ボールを前に転がしてこっちに行くよと見せかけてアウトサイドで外に行けるように練習していきましょう。それが両方ともできるようになったら、自分で触ってシザースしてっていう練習に移ることができると思うので、この2つをクリアしたらその練習をしていきましょう。今ネイマールのドリブル参戦をやったんですが、実際に難しい技を目にすることがあると思うんですが、その時はスローモーションで見て、その技がどうやってやってるかまず分解してみる。ラボーナからのシザースとかだったら最初はラボーナだけするとか、そういうのを分解してやっていくとできるようになると思うので、どんな技でもやりたい技があったらスローモーションで見て、その技を分解してやってあげることが非常に大事になってきます。おお、シュートえぐい。シュートえぐいよ。最後の大輝コーチとのネイマール選手が上げてからのエレイラ選手がシュートを打った紙動画があるんですが、その動画を僕と大輝コーチが真似をしてやった。ああいう遊びも非常に僕たちも楽しかったので、2人で真似してぜひやってみてください。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights.